昨日作成しましたジャズマスターをちょっと調整しました。巻き数を増やして、出力を上げて少し中音寄りに振っています。はい、ステルギターもちょっと変えて、よいしょ、テレキャスタイプで、ネックはメープルで、メープル指板で、ボディの方はモンキーポットになってますので、ジャズマスターは実際のアルダーボディの方にちょっと近いかなと思います。昨日乗せてた白いやつはアッシュボディなんで結構固めの音が出ます。フロントのクリーンでトーンを絞らない状況です。違うのでこっちの方が張りのある音になります。こっちは 25.5 インチスケールで、昨日の、白いギターの方は、24.5 インチかな、かなりショートスケールになります。でトーンを絞るとこんな感じです。Thank you.
りっぽくするのかな。こっちがリアを調整した後になります。リアの方は巻きは変えてないんですけれども、巻きは変えてませんが、ちょっとポッキングといいますか、ワイヤーを固定して残響感を少し少なくしています。